関織子です。春の絵旅館に住んでます。両親を亡くしたおっ子がおばあちゃんの宿で出会ったのは、お前、俺が見えんのか。友達できたわ。ここ気に入っちゃった。美味しかったです。おっ子が春の絵の若おかみになる、うん、あなた若おかみじゃなくてバカおかみじゃない。みんな心配してくれてるから頑張らなきゃって。おっ子、俺らもついとる。よし、何でもかんでも頑張らなきゃいけないって考え、僕嫌いだね。なんであんなやつのために。ここに来てよかったな。あんな風に喜んでもらえるなんて、旅館の仕事ってすごいね。なんてこと。もうその時が近づいているんです。ウリボー、ミオちゃん、ごめんな、おっこ、そばにいてやれなくて。私を一人にしないで。たくさんの出会いと別れの意味をおっこは見つけていく。花の湯温泉のお湯は誰も拒まない、全てを受け入れて癒してくれるんだって。若おかみは小学生。私はここの春の絵の若おかみです。